百戦錬磨の我らが父ちゃん、行ったり来たりの花魁道中、上司もあの子もみんなで集まる、お次は二次会、二次一番街をくぐり抜けて、あそこの店で厄払い、きっとあの子はノーチェンジ、お船の滝間に千本筋が服にまみれ、いい匂いも届かないよ、ここは会社社畜の森、その有給休暇見逃して、3000円買い俺の小遣い、いつもの店遊べないよ、ローン返済あるか彼方、だからくじを打ち当てろ、今月の給料少ないわ、帰ったぞ。あなた、帰りなさい。父ちゃんお帰り。